彼氏にセクシーランジェリーを着てほしいと言われたんで購入しました。大悟さんならどんなシチュエーションで着てくれたら嬉しいですかってことなんですが、どんなシチュエーション？どんなシチュエーションか。僕ですか。なんか全然普通にしてたのに急にそういう服着て登場されるとテンション上がるかな。やっぱサプライズで着た方が登場、いいかなって僕は思いますけどね。だから例えば、じゃあ、彼女が家に遊びに来ました。彼女が借金シャワー浴びました。で、シャワー浴びたらってなって、あ、じゃあ俺浴びてくるわって浴びて、出てきたらあれいないな、みたいな。で、寝室行ったら、寝室にもう最近布団とか入ってて、どうしたのって言ったら着てるみたいなのはちょっと燃えるかもしれません。はい。失礼しました。まあでもいいんじゃないですか。サプライズで使ってあげれば。はい。そういう工夫って大事ですからね。夫婦関係とか恋愛関係ってのは。ただね、好みにもよりますよ。僕の友達でやっぱりそういうセクシーランジェリー、僕はどちらかというとコスプレの方が好きなんですけど、セクシーランジェリーみたいなの好きな人いるんですけど、この人はですね、一番燃えたシチュエーションはどういうシチュエーションかってこと、僕昔話したことあるんですけど、彼はね、相当な変態で、経営とかしてる人なんですけど、変態で、まあ、彼女と一日中デートしたらしいんですよ。で、デートして、まあ、いつものようにじゃないけど、ホテルに行ったらしいんですね。で、ホテルに行って、で、彼女が脱いだらずっと一日着てたらしいみたいな、そのセクシーランジェリーを。で、それで、めっちゃその日燃えたっていうふうに彼は言ってて、なんか、やっぱね、自分より上の変態を見るとね、あ、すごい変態ストーリーを熱っぽく語ってるやつって、こう見えるんだ、俺も気をつけようって思いました。はい。概要欄とコメント欄から D ラボとオーディオブックが無料体験できます。ぜひチェックしてみてください。それでは、バイバーイ。